魔暦12年9月2日、悪魔たちは次なる目的地、韓国を目指していました。前日までの台風の影響で開催が危ぶまれる中での訪韓。日韓併合100年目の記念日からまだ数日しか経っていないタイミングでのミサは波乱を予感させていました。構成員を乗せたバスは順調にソウル市内を抜けて東へ。1時間ほど走ったところでちょっと休憩、そしておやつ。これ中ピーナッツなんだけど、外は全麦豆。あ、美味しいですね。ここまでは何の変哲もない楽しい旅の時間が流れていました。ついてご飯ですよ、もう食べてみんな。カメラを意識してわざと言いましたね。いない人。はい。そしてパーキングエリアを出発してすぐ神の妨害がやはりありました。行く手を阻む電柱と壊れた車。事故は起こったばかりで運転手もまだ車の中。レスキュー来ないと我々も通れない。そうですね。一行はスタッフ2名を救援のために残し迂回路を進むことにしました。皆様、ここから他の道にしたら30分から40分ぐらいかかりますけど。あと3、40分。はいはい。バスは大幅に遅れて会場となるリゾート、ビバルディパークに到着しました。その夜、早速下見も兼ねたサウンドチェックへ。野外ステージの会場は前日の台風の影響で水浸し。これにスタッフは不安の色を隠すことができませんでした。しかし構成員は今日は、韓国ですね。韓国の明日が本番で今日はリハーサル。そうです、一緒一緒だね。一緒すごいデカプールとかってね。一緒プライベートでも来てみたい。みんなで一緒。秘密の場所と書いて一緒。くぅ至ってリラックスしています。さすが誰か通った。筆者の兄さんはステージを視察。うわ、すごいな。ドラム椅子が湿って濡れてるよね。そしてさらなる妨害が。いやいや、もう虫が多い。この男にもすごい虫が集中力を奪います。しかも、ね、手の力がすごいんですよ、虫。あ、そう。ディレクターボードに貼り付いてこうやって取れないんです。トンボが止まってたよ、俺ランプに引きぐらい。触っても動かないんだけど。寒いから動けないんだから。もうすごい湿気と虫が降ってくるんですけど、背中にさっき入った虫。それは虫しろ。うわお後がよろしいようで。もろもろ無視してリハーサルは終了。これで終わりにしますのでよろしくお願いします。여기서끝난다고잘부탁드린다고말씀하셨습니다。明日は大丈夫なんでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。漠然とした違和感を抱きながら構成員は宿舎へ向かいました。翌日、世紀末の出演するビバコリアロックフェスティバルの本番日。前日の台風の影響か人影はまばら。こちらです。こちらです。こちらです。どうやら昨日から何かがおかしい竹田。
そして何かが腑に落ちない閣下。平気で2万人ぐらい入りそうな会場なのに200人ぐらいしか客がいないんだけど、なぜならば我が輩の部屋からステージの客席が見える。見えるよね。見える見える。最初の右に同じ。え、右に同じ。そう、最初の方の前半のグループはこれリハなのかな。おかしいな、リハの終わりではなんかちゃんとやってるし、なんかトークみたいなのもやってるし、客にアピールしてるからね、うん、本番なんだって、うん、でも客いないんだよね。どう見ても客が見えないんで、これ第2ステージかなんかがあって、後ろに我々がやるところよりもこうちょっと下がったところに1個あんのかなとか、あるいはあのなんか何らかの理由によってあの最前列は随分後ろにあんのかなと思いながら見てたんだけど、どうもやっぱり、そうじゃないみたいだったと。ありがとうございます。しかし世紀末の店が始まる頃には客席はかなり増えていました。そんなこんなが閣下のロック魂に火をつけたのでしょうか。ヤホノドンテポドン世紀末アングマへフンミサへチャイルワッタビバコリアロックフェスティバルンウリがチョムニョンヘッタ。しかし客席には少し戸惑いも。なぜ閣下はこの国で爆弾の名前や占領という言葉を選んだのでしょうか。いや本当はノポンノボンでテポドンアルマゲドンっていうのがあったのと、あとキムイルソンっていうのもあったんだけど、やめとこう。やめとこう。少し遠慮はあったもののメッセージは届けました。その夜乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。閣下のお気持ちが少し分かりました。こういうのは自粛してくださいねとか、こういうのはやめてくださいねとかって説明があれば、また話は別なんだけど、そんなの知らないもん、こっちは。でもアドリブが聞くわけじゃないから、外国だから。そうそう。だいたいロックだし、なんで我々がいちいちステージの上であの言ったりやったりすることを規制されなきゃいけないの、自分たちの良識でやるものだろうというふうに最終的には判断したけどね。それは規制されたらロックじゃなくなるから。そしてロックバンドは三度日本国へ。最後の日本以外における店から凱旋した世紀末は休む間もなく、これから始まる大黒みそツアーのリハーサルを開始しました。リハーサルも佳境、まだ佳境ということではないね、まあ順調に進んでいると。国内シリーズで予定される楽曲は18から20曲。5年前の最終決のメニューよりもボリュームアップ。リハーサルは時間の許す限り組まれました。昨日もここのスタジオでリハをやったんだけれども、その時に構成員1名、につき、支給されたものがあって、それを忘れて帰った我が輩は、ね、誰もそれをがめていなければここに入っているはず。一見何の変哲もないただの冷蔵庫。いた。でーん、強炭酸メタルコーラ25周年記念。よく冷えてます、昨日から。それ飲んだよ。飲んだ。どうだった。鉄の味がするっつってた。あ、絶対に振らないでください。また忘れてくる。リハーサル再開。スタジオには今回もサポーティングメンバーとしてキーボードを奏でるのは松崎様。
すると絶大なる5,000円をいただきまして気づかずに呼びしめた誠にありがとうございます。この時期にやらなくてはならないことはリハーサルだけではありません。岩内くんのイメージ印象って何かありますか？真面目です。やっぱりそうだ、みんな真面目なんだ。久々、いやー、来ちゃいましたね。関係ないんですけどね、全く関係ないんですけど来ちゃいました。それではまた。これが仲間。はい、な作業を決めちゃおうか。じゃあ、あれなる阿弥陀くじの時間。阿弥陀くじ、阿弥陀くじ。信者の楽しみでもある構成員による影アナウンスの順番、なんと阿弥陀くじで決めるのです。こんなところにも彼らの遊び心が。頭文字を書いてください。世の中、大切なことは意外と簡単に決まっているのです。ここしかないんですよ。はい、なんか一本入れてください。では、行ってみます。ジェールさん、おい、テケテン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 川崎です。ジェールさん、川崎です。ルークさん、テケテン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 スタッフ、そして構成員はギリギリまでそのエンターテインメントに磨きをかけました。